皆さんこんにちは。シンガーソングライターとして一世を風靡したゆいさん、現在ロックバンドのボーカルとしても活動しています。一時は活動休止を発表したゆいさんですが、その後は離婚や病気、余命宣告などの噂が流れています。それでは今回はゆいさんの現在の様子やソロ活動休止の背景やご家族について、病気、余命宣告、離婚、年収などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。歌手のゆいさんは現在所属するロックバンドフラワーフラワーは活動を継続し、インスタグラムやラジオ出演も行っているようです。シンガーソングライターのゆいさんは2012年内に活動休止を発表しています。その翌年には彼女が尊敬するミュージシャンを集めて4人組ロックバンドフラワーフラワーを結成しています。現在は3人組バンドに変更されています。ゆいさんは長かった髪を金髪のショートカットに変え、バンドでの活動名も小文字のゆいとして新たなスタートを切ったようです。彼女はボーカルとギタリストを務め、アルバムのリリースやライブ出演などを活発に行ってきました。さらに2020年11月には YouTube 上でゆいとして8年ぶりにソロ活動を再開しました。翌年2月にはゆいさんのメジャーデビュー15周年を記念したセルフカバーミニアルバムもリリースされます。しかしその後、ししゃものお招きツアー開国2022には出演することが決まっていましたが、ゆいさんの体調不良で出演中止となっています。近年は主だった活動は見られませんが、フラワーフラワーの活動は継続しているようです。またゆいさんはソロ活動を休止する前から YouTube チャンネル、ゆいオフィシャル YouTube チャンネルを開設し、現在も運営しています。チャンネルにはフラワーフラワーの楽曲なども配信されています。そのチャンネルでは2020年11月にゆいさんがソロ活動に復帰した The First Take の映像も紹介されています。自身が東京に上京する時の思いを歌った東京都 CM ソングで春の定番曲として今なお人気のチェリーを披露しています。ファンからは久々にゆいとして歌ってくれて、眉間にしわ寄せながら歌う癖変わってなくて泣きそうになった、何度聴いても泣いてしまうと大きな反響がありました。さらに2021年にはラジオなどのメディアへ出演をしています。 FM 福岡では公開生放送でリモート出演したり、 J-WAVE ではししゃものギターボーカル宮崎麻子さんと対談を行っています。その他には自身の YouTube チャンネルでライブの様子を配信したり、インスタグラムで歌を披露したりしています。しかしゆいさんが公の場に姿を見せることは現在ではあまりないようです。またゆいさんは現在インスタグラムとツイッターも運営しています。ツイッターでの発信は行われているようですが、インスタグラムは2021年10月28日の配信後は更新がストップしています。最後に投稿されたのはクレイユーキーズ With ゆいで出演する YouTube 番組の出演告知でした。病気を抱えていたり小さいお子さんの子育てもあるようですので、スローペースで活動しているのかもしれません。そして先ほども触れましたが、ゆいさんは2012年11月に年内いっぱいでソロ活動を休止することを発表しています。オフィシャルサイトでは活動休止はあくまでも前向きなもので、ゆいとしての活動を終了して新しい音楽活動を模索するのだと説明していました。その前にも2008年末から2009年6月までの半年間は音楽活動を休止しています。その時の休止理由はあくまで制作活動に専念するためのリフレッシュ休暇だったようです。しかしソロ活動休止には彼女なりの大きな決断があってのことだったのでしょう。その活動休止の理由について紹介していきます。一つ目の理由はパニック障害です。ゆいさんはソロ活動休止の際に限界が来たという感じです。もう歩けなくて立ち上がれないというところまで来たのかなと思いますと語っています。心の不調を抱えていたことが活動休止につながったものとみられます。さらに2014年3月には自身のブログにパニック障害だと診断されたことを綴っています。
診断される前からたまに過呼吸やめまいなどがあり、パニック障害からロックフェスなどの出演もキャンセルをしています。また都内の病院に緊急搬送されたこともあり、精神安定剤を処方されており、お酒と共に飲んだために意識が混濁しますが、翌日には無事退院しています。この障害はストレスや緊張が重なった時に起きやすい傾向があり、適切な治療と休養が大事だとされています。その後彼女はちょうど仕事のオフ期間だったため、特に大きな仕事の穴を開けることなく静養したそうです。2つ目は事務所との摩擦です。ゆいさんのソロ活動休止には所属事務所との摩擦があったのではないかと言われています。彼女が所属していた事務所はスターダストプロモーションです。ドラマや映画のタイアップの話も多く、その作品のイメージに合った楽曲を制作しなければなりません。自分が本当に伝えたい音楽ができないことへの葛藤を抱えていたようです。さらにデビュー当時からアイドルのような売り出し方や扱いをされて、我慢をすることが多かったそうです。積み重なった我慢が限界を迎える一因となったのかもしれません。3つ目はゆいを背負っていく限界を感じたことです。ゆいさんはソロ活動休止の時の心境をインタビューで、単純に心が折れちゃったというか、歌が歌えないくらいになっちゃったと話しています。さらに自分の心が壊れてしまった姿をファンの方に見せたくなかった、いつも元気な姿を見せたいと語っています。今はファンの方たちに元気を届けるゆいでいられないと感じ、みんなから求められるゆいを続ける限界を感じたのかもしれません。なぜ限界を感じるようになったのか、原因は本人でも分からず探し中だとコメントしています。音楽と新しい気持ちで向き合う時間が必要だったのかもしれません。またゆいさんは肺がんで余命宣告を受けていたとも言われています。ネット上ではゆいさんが肺がんで余命宣告を受けていたという噂が広がっており、実際には高校生の時に肺がんで余命1年だと告知されたことは事実のようですが、それは誤診だったことが後に分かっています。母子家庭だったゆいさんは高校生の頃に学費を自分で払うために睡眠時間を削って働いて稼いでいたようです。ただ働きすぎで無理がかかり体調を崩して肺炎になってしまいました。病院で余命1年と診断され、どうせならやりたいことをやりきろうとオーディションに応募したことが音楽活動を始めるきっかけになったようです。ここからは結婚離婚についてです。歌手のゆいさんは2度の結婚を経験して、お子さんは4人います。現在は2019年に結婚した旦那さんと4人のお子さんと一緒に暮らしているようです。1人目の旦那さんは当時20代の一般男性で建築関係に勤めている方だと言われています。2014年の秋頃から交際をスタートし、2015年3月末に結婚したそうです。この結婚は授かり婚だったようで、同年8月には一卵性の双子の男の子が生まれています。一時期3人組のロックバンドのピープルインザボックスの畑野博文さんとの関係が報道されていましたが、彼とは関係がないようです。ゆいさんは出産と育児のために一時休養していましたが、2016年9月にはフラワーフラワー初のシングルをリリースし活動を再開しています。お子さんに恵まれ新しい家庭を築いたゆいさんですが、2017年8月に離婚をしています。結婚生活は2年5ヶ月で終止符を迎えました。離婚の原因は価値観の不一致だと言われています。お二人は別居期間を経て話し合いの末に離婚を決断しています。慰謝料や養育費については不明ですが、お子さんの親権はゆいさんが持っているそうです。二人目の旦那さんについては1年後の2018年8月に再婚と妊娠を発表しています。旦那さんは30代のスポーツジムのトレーナーで、誠実で爽やかなタイプだと言われています。関係者によると2017年末に共通の友人を通して出会い、交際へと進展したそうです。2019年2月には第4子の長女を出産したことが報じられています。現在ゆいさんは第1子双子の長男、2015年8月9日生まれ、今年8歳、第2子双子の次男、2015年8月9日生まれ、今年8歳、大三つ子
三男、誕生日は不明。第4子、長女、2019年2月上旬生まれ、現在4歳の3人の男の子と1人の女の子に恵まれているようです。双子の長男と次男は元夫との授かり婚で誕生しており、第3子の父親も元夫との子供ではないかと言われています。第4子は現在の旦那さんとのお子さんで、こちらも授かり婚でした。初めての女の子ということで大変可愛がっているそうです。ゆいさんは現在まだ手のかかる子育てに母親として奮闘しているようです。ゆいさんは現在も音楽活動を継続し、4人の子育てに充実した日々を過ごしているようです。そんなゆいさんは2015年に最初の旦那さんと結婚する手前、同じバンド仲間と交際していました。元彼はピープルインザボックスのメンバーの畑野博文さんです。2013年4月にゆいさんと畑野博文さんの熱愛報道が出たようです。当時2人は同棲しており、結婚秒読みという噂もありました。2人でキックボードでデートする姿など撮られており、ファンの間でもお似合いだと言われていました。2015年にゆいさんに結婚報道が出ると、かつて畑野博文さんだと勘違いした人が多くいました。今でもネット上でゆいさんの初婚が彼だと勘違いしてる方を見かけますが、実際は別の方とのことです。ゆいさんと畑野博文さんは同棲していましたが、わずか4ヶ月で破局してしまったそうです。別れてしまった理由はお互いの忙しさゆえのすれ違いだったそうです。印税の不労所得で1億以上の収入があるとも言われています。ゆいさんは2005年にファーストシングル Feel My Soul を発売し、メジャーデビューを果たしています。そして同曲はフジテレビ系ドラマ不機嫌な寺院の主題歌に抜擢され、大きく注目されました。2006年には映画太陽の歌に主演で出演して女優デビューをし、興行収入11億円の大ヒットを叩き出しています。他にもチェリーやグッドバイデイズなど様々なヒット曲を生み出しています。そのためおそらく現在はシンガーソングライターとして作詞作曲などの印税やカラオケ放映権有線の収入など不労所得があると考えられます。ネット上では活動休止前には年収1億円ほどではないかとささやかれていますが、現在は1000万くらいはあるのではないかと言われています。真実がどうかは定かではありませんが、印税収入は大きいものと予想されます。また活動休止の前にメディアで登場する彼女を見て太ったのではないかとささやかれたことがありました。現在も太ったという噂がつぶやかれています。実際にはご本人が2021年5月の自身のインスタグラムで太ったことは内緒でとコメントを残しています。画像からは体型を判断することはできませんが、太ったことは本人も認めているようです。いかがでしたでしょうか。今回はゆいさんの現在の様子やソロ活動休止の背景やご家族について、病気、余命宣告、離婚、年収などのついて紹介してきました。公の場で会うことができる機会は減りましたが、彼女が生み出した名曲の数々は今も多くの人に元気を与えています。今後のゆいさんの活躍にも注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。